じゃあ今から焚き火やるからね、じゃあ。お、ついた。よし、ちゃんと火がついたじゃん。で、真っ暗。チートデイの時は苦しい苦しい、みたらし団子。まあ、これいただきます。昨日は元そうで、今日は最後だもんな。おいしい。お父さんね、世の中に好きなものが3つあるんだよ。一つはね、聞いてる？ね。一つはね、焚き火。この炎がいいんだよね。あ、星が見えた。お、綺麗だ。10時半までには焚き火を終えないとね。10時半だったら仮眠しよう。そうしよう。おはようございます。朝の7時ぐらいかな。お子ちゃんの髪。おはようございます。なんだこいつらって今車の下からルーシー登場してなんだこの空気の読まねえやつはと思って本当ですね。逃げ足早いな。このクソ暑いのに季節外れのクラムチャウダー、みんな迷惑してます。してません。いただきます。ルーシー火傷するよ。ゴミってゴミだらけ。モーニング出来上がりました。いただきます。いただきます。先生のそれ GoPro ですか？そうです。あ、この前までトーストに目玉焼き乗っけただけだったんですよ、はい、ミートソース乗っけることに気がついて。絶対これなんか男飯鉄板みたいな感じじゃないですか。そう、今日お皿あるからまだいいんですよ。なんで来た？いつもないですよ。あのパン焼けるじゃないですか、はい、これに立ててもらうんですよ。男の料理に皿なんかないですよ。男料理奥さんじゃないですか。私はもういいや、若い者に任せる。立ってるんだけどあれ。あのバタ溺れてるかも。あれしょだい。かっこいいルシー。あなたの成長ぶりなんか見せてもらったわ。ほらルーシーいるぞ。ルーシーが言ったよ。かでルーシー主になってますよ。マジですか。おいで。すげえなルーシー。ルーシー上手。それは無理。で背中持ってグーッと押さえる。もうちょっと一回怒って登る練習するのがいいですよ。あ、ルーシー？うん。私。そうそうそう。こっちの方が立つのは簡単ですよ。浮力があるから。ふい。オイラの虫が騒ぎ出しました。これは年寝るぞ。気がついて気がつかれる。でこれでそんだけバランス取れるんだったら全然大丈夫だと思いますよ。これだったらすごい楽です。ほら全然大丈夫じゃないですか。うん、計画が失敗に終わっちゃったな。まだまだ俺の修行が足りねえな。ほらルーシーだ。ルーシー、お、やっと落ち着いてるね。よいしょ。この時に近づいてくる犬ってもうすっげえ迷惑なんですよね。いやいや行きたい行きたい。そうですよね。望遠がついてるね。ルーシー来るよ。ルーシー、ほらあそこ。ルーシー、ふい、ふい。あら、素通り？顔がね、もう余裕だもん。
みんな何そんなボードの上に乗っかってんのみたいな。いや、こんだけ泳いでくれると嬉しいな。だってプールだとそんな長い間ね、泳いでられないしね。この間川行ったんです。はい。でも川までは足がつかなくなるところは行かなかったんですよ。あ、流れがあるからでしょ。なるほど。ルーシー、おいで。ルーシー、はい、ルーシー。ルーシー、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 カーン。ルーシー、ルーシー。ルーシー、おんぶしに行け。ハハ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 。でしょ、沈まないでしょ。しフラフラし、全然落っこちなかったから。あ、そいで。はい、アップ。アップ。次、ついでいってもらえない。バイバイ。どうしましょう。どっちから降りればいい。でしょ。急回転しようと思ったら行っちゃった。うわ、何してんだ。何してんだ、おい。何しやがんだお前。妨害やろ。乗る気全然ないですね。乗ってもすぐ飛ぶんじゃん。ルーシー、珍しく乗っかってんじゃん。おい、来るか。おいしょ。よいしょ。で、行くんだ。お、ルーシーどうした。お母さんあっち、お母さんあっち。おお、また行くんだ。自由だな、ルーシー。やりますか。それー、雷鳴ってるけどな。でも今日風がなくていいね。母ちゃん、グッド。おー、いい感じ。疲れたの。アズは持久力、長距離走で、こっちはなんか短距離走。アズ、基礎体力がありますからね。ちょっと遠いな。お前来るのか、来るのか。あそこまで行って戻ってくるテンポありますよね。テンポあります。水見るとやっぱり雨がパラパラしてるの分かりますね。ですね、うん、あでも雲がなくなったから。あ、本当だ。天気予報は1時ぐらいから雨だったんですけどね。あ、本当ですか、うん、やっぱりこっちの天気って変わりますからね。天気予報は当てにならない。ということで本日のお昼ご飯はインスタントのカレーライス。イエーイ。これを食べるとね、大筋が鍛えられるそうです。僕の世界では体感なんですけど、うん、知らない世界ですね。もう、それ YouTube 載せるの。そう、載せる。はい、タイキンカレーの出来上がり。イエーイ。では、いただきましょう。いただきます。どうぞ食べてください。いただきます。いいね、味。どうぞどうぞ。いただきます。タイキンカレー、美味しい。うまいでしょ。タイキン鍛えられそう。これ食べてからのタイキンだね。そう。でもね、最近一人でずっと食べたりしてるんじゃないですか。やっぱみんなで食べるのがいいですよね。楽しいですよね。そう。こうやって見ると結構雨降ってますね。うん。でも普段生活してる時よりも雨は感じないですよね。こうやって遊んでると。うんうん、さあ雨も止んだし、雷もいなくなったし、
再開でございます。お、ルーシーかっこいいな、褒めたのに。ルーシーみたいに、おいでおいでよ。お、来ると見せかけていなくなるんだろう。よし、乗っけてあげようか。ほらな、やっぱりいやらしいやつだな。そこでくるくるやめて、これ落ちちゃうから。ダメだって。ルーシーパパとママにお土産をもらいました。でシャインマスカット、これ1計3500円ゲットです。お、なんか他にもいろいろ選んでるんですかね。そうなんですね、結構安いですからね。買いだめ。そうっすね。ただいま大金娘のルーシーママがシャインマスカットを物色しに行ってます。なんか左手にもなんか持ってます。持ってます。素敵だよ。買いました。シャインマスカット先生3000何がしって言ったじゃないですか、うん、多分ね、安いのは仕入れてきてくれてたんだと思う。僕電話してたから。あ、そうなんだ、うん、で、だからランクの違うやつだと思う、値段が違うんじゃない。そうなんだ、うん、だからルーシー僕が悪いんすか。はい。あ、なるほど。地上がでかっ。いくらでしょう。500円300円250円。えぇ、ー、まあ、何回買ってきた。2巻と大体週末来てる。へぇ、買ってくのが。だからここはね、こういうのがあるんですよ。これはいい、これは安い。あ、電話番号聞いたんですよ。うん、そしたら内藤さんに聞いといてって言ってました。後で教えてください。それでは皆さんのご要望にお答えして、ドッグサップヨガでございます。インサイコ。じゃあ一番簡単なのからいきましょうか。はい。猫のポーズ。一回四つん這いになって、四つん這いになってこのこうを伸ばす。で、肘をつける。そうそうそう。そうそうそう。もっとお尻を突き上げて。そう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 。ちょっと浅すぎる。ねえ、自由。安定する。安定しますよ。肩幅に開いて、そう、手のひらをつけて、そう、肘をつけて、いや、これきついな。そう、腰をもっとね、反らせるんです。で、前を向いて。これを、ドッグサップヨガは、はい、あの、犬を前に伏せをさしたりしてやるんです。そう、立つの。横に立ってください。横？そう、横。もしもーし。大金お姉さん。そしたら、右足首を外に向けてください。そしたら、外に向いてる足の方に手を広げて倒す。膝曲げて。右でも左足でもいいです。外側に開いて、足首だけ開いて、それで開いた足首の方の膝を曲げて、両手を広げて傾ける。どこ行くの？どこ行くの？でこうして、こう足元曲げて、そう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 。オッケー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 。これがドッグサップヨガ。やっぱ安定性のある、このインフレタブルのがいいね。手はもっと高く。なんか顔がおかしい。今度はブリッジに挑戦。そのまま一気にグッと持ち上げる。そう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 。で、で首をもっとひねる。グッと。あーちゃんよく見とけ。これが人間のブリッジだぞ。もっと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 。いや結構できたと思わない、うん、もっとね、今こう形的にねこうなの。もっとこう、ま、あ、もうちょっと。はい、えずじゃないですか。はいよ、えずじゃないですか。ですよ。みんなで遊んでみてください。この上で逆立ちとかさ。なんでブリッジまで行けないの。意外と逆立ちだから楽かもしれない。うん、楽かもしれない。いや、ブリッジできたからね、できると思う。やってみてくださいよ。お二人さん、まず大金がすごいから。僕たちはまだ体幹のね、レベルだから。いや、もう無にしなきゃダメ。そう、無にしなきゃ。顔が無じゃなかったの。顔が無に
になるともうそれしか考えない。そうそうそう、何も考えない。そう、あ、分かりやすい説明ありがとうよし、じゃあやってみようかな。それ違うから怖いじゃないでしょ。Y 字バランス。記念すべき逆立ちをね。足が上がんない。そりゃそうでしょうよ。お。でもあんな感じですよね。なんかバッテリーみたいな。楽しい3日間。まあ天気も持ってね、2時半ぐらいか片付け終わったら雨がザーッとしてきた感じでね、やっぱりみんなと遊ぶと楽しいよね。ご飯も一緒に食べると美味しいし、サップもみんなで遊ぶと楽しいし、最高の動画が撮れたしね。今回のサップは良かったんじゃないかな。談合坂サービスエリアで休憩を取ってね、久々の何ヶ月ぶりかなラーメンを食べました。なんと奢ってもらって僕はとっても嬉しいです。ルーシーパパもサップをもう買うのを決めたそうなので、次回はおそらくマイサップだと思います。僕もね2泊3日で疲れたけど、最後はね、本当に楽しく過ごせて気持ちいい疲れです。こうやって久々に知り合いと遊べるっていうのはなんか新鮮な気持ちと、帰ってからは乱雑に積んだ車の中を整理して行かないといけないな。これが一番大変かもしれないな、疲れてるから。うん、それではまた次の動画はサップだと思います。この時期は皆さんお付き合いください。それじゃあさよなら。